パソコンやスマートフォンの使いすぎで肩甲骨と首が凝り固まっていると、胸が縮み、垂れやすくなり、見た目が大きく変わります。トレーニングで関節の可動域を本来に戻し、引き締まった背中を作りましょう。始めましょう。まずは肩甲骨を小さい動きで寄せるところから始めていきます。吐く息で手を前にと言いながら肘を後ろに引いて、胸の筋肉も伸ばしながら行っていきます。猫背になっていると肩甲骨が開きっぱなしになっています。このように下方回転しながらしっかりと肩甲骨を寄せて下げて、綺麗な姿勢を作っていきましょう。腕を円のように描きながら体側を伸ばしていきます。吸う息で手を上に、吐き出しながら手を入れ替えて繰り返しています。ご自身がやりやすい呼吸でも大丈夫です。肋骨周りにある肋間筋などもほぐしています。吸って吐いてで一回ししながら、背泳ぎのように腕を後ろに回していきましょう。パソコンやスマートフォンの影響でどうしても肩が内向きに入りがちです。片方ずつこのように動かすことで、どちらかが動かしにくいなどの確認もできます。動かしにくい方を多めにしていただくのもポイントです。吸って吐いてで一回し、吸って吐いてで一回しで繰り返していきましょう。プルダウンを行っていきます。手のひらを外に向けながら肘を下げることでしっかりと動かすことができます。上げ出しながら右手を下に、次は左手を下に、3回目は両手で行っていきます。この動きも片方ずつ行うことで、どちらかが動かしにくいなどの確認もできます。呼吸を止めないように気持ちよく行っていきましょう。腰は反らないように腹筋の力で支えながら行ってください。ローイングを行っていきましょう。体をまっすぐにしていただいて、吐き出しながら肘を後ろに吸いながら手を伸ばします。肩甲骨の下にある広背筋を縮めるような動き。猫背になっていると広背筋なども伸びっぱなしになります。しっかりと背中の筋肉を縮めて良い姿勢を作っていきましょう。肩甲骨を寄せるときに肩甲骨の間にある菱形筋なども使っています。胸郭を回旋していきましょう。頭の後ろに手を置きます。吸いながら背骨を伸ばしながらねじるように行ってみてください。吐いて元に戻ります。吸って体をひねって、吐いて元に戻して繰り返しています。どちらか向きにくい方があればそちらを多めにしていただくのもポイントです。肩甲骨をしっかりと下げていきましょう。両手を真上に上げます。吐き出しながら腕を後ろに、吸いながら入れ替えていきます。腰を反らないように行っていきましょう。腕の力で下げるのではなく、肩甲骨が下がることで腕が後ろに行くように動いてください。手のひらを下向きで後ろに2回、手のひらを上向きで2回動いていきましょう。肩
肩周りにある筋肉は唯一体の中でメインと支える筋肉は分かれていない場所です。このようにいろんな方向に手のひらを向けながら動かすことで肩甲骨の動きの改善に役立ちます。特にパソコンやスマートフォンで内向きになりやすいので、いろんな方向でしっかりとほぐして動かしやすくしていきましょう。おでこの前で三角を作って後ろで寄せていきましょう。上げ出しながら手を後ろに吸いながら手を戻して繰り返しています。二の腕をシェイプしながら胸をストレッチ、肩甲骨の動きの改善もしています。気持ちよく胸の前を開きながら行ってみてください。最後は大きく肩甲骨を上方回転、下方回転しながら動きの改善をしていきましょう。手で C を描くように動いていきます。吐く息で手を前に吸いながら両手を伸ばしながら胸を開いて肩甲骨を下に内に寄せていきます。最初の動きと比べて手を伸ばして行う分、肩甲骨を大きく動かしています。ほぐれて肩甲骨をしっかりとリセットして良い姿勢作りに役立っていきましょう。最後は背伸びしていきます。右手首を持って吸って右の体側伸ばします。気持ちよく伸びて、今度は左側を伸びてください。左の体側伸ばしていきましょう。最後は両手を組んで背伸び、吸いながら気持ちよく上下に伸びて背骨をリセット、吐いてリラックス。お疲れ様でした。